マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。明日もいっぱい頑張るです。呼んだか？お菓子くれるのか？さすが兄様。眠いぞ兄様。昨日の夜妙に暑かったから寝不足なんだ。夏が暑いとか、このパラメータ設定した神様は多分バカだな。間違いない。外は無理だな。人間どもがうようよいるし、この暑さじゃ溶けてしまう。どうした？やっぱダメだ。お菓子食べ過ぎたし、運動もしてないし、兄様に水着姿なんか見せられるか。おかえりなさいませ。何か用か？お菓子くれるのか？さすが兄様。しかし不思議なもんだな。兄様とは知り合ってからそんなに経ってないのに、こんなに話せるのはメカと兄様ぐらいだ。メカはいいぞ。わけわかんない罵倒とか怖いこと言わないし、こっちの計算さえ正しければきっちり予想通りに動いてくれる。人間とは大違いで可愛いぞ。さすがは兄様だ。やっぱり私ら気が合うな。あ、そうだ、メカといえば、こないだ日頃のゲーム疲れを癒すため手製のマッサージメカを作ってみたんだけど、これが思ったより効かなくてな。今日も私はコリと戦っているわけだ。それって兄様が私をマッサージするってことか？まあ確かに体は凝ってるんだよな。よし、わかった。ちょっと待ってろ、今そっちの部屋に行くから。待たせたな。ではマッサージを頼む。言っとくけどエッチなのは NG だからな。エロい、手つきがエロいぞ兄様。なんだ兄様、なぜそんなにテクニシャン。エッチだったよ。
兄様のアホ、レーティングはみ出し野郎。なんという恥ずかしめ。帰って寝る。今日は大変でしたね。何か用か？お菓子くれるのか？さすが兄様。実は来月ジーとバーが結婚記念日でな、何を贈ろうか考えていたんだが、通販サイトじゃどうにもイメージが湧かなくてさ。それはそうだが、外に出るのは怖い。じゃなかった、面倒。そう、面倒だし。正論だ。分かったよ、今度買いに行くよ。でも一人じゃ怖、面倒だから。兄様も一緒についてきてくれないか？どうしたんだ？お菓子くれるのか？さすが兄様。案外人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。なんだかな。案外に、また明日です。なんとですね、明日は悪魔撃退ポイントが2倍になるお客様感謝デーなんですよ。この機会にバシバシポイントを稼いじゃいましょうね。こういうポイントサービスデーはちょくちょくありますので、お暇な時にカレンダーを見ておくことをお勧めいたします。依頼こなしていきましょうね。あれ、七子様、もしかしてお休みなのでしょうか？まさかあの儀式のせいでお風邪を召されたのでは？責任を感じます。見たところ儀式による変化もありませんでしたし、悪魔がついているというのは私の勘違いだったのかも。今日も一日頑張っていきましょう。